久保さん。いやー、ちょっと疲れましたね。久しぶりに、ちょっと、仕事やってまして <laughs>。あの、R の、この前ね、その1万文字を書いてくれた人に、その配布しているコンテンツっすよね。で、それをちょっとコピーを、まあ、コンテンツの、まあ、有料で売るんですけど、あの、 久ししししぶりりにやり直しを結構しましたね <laughs> これダメだなとか <laughs> 23時間かかったかな,なんかだいぶちょっと久しぶりになんかうん大変ですね大変っ <laughs> まあ大変つってもねねあのサラリーマンの方はねまあ3時間で仕事終わんねえだろうし もう僕仕事終わったんでとりあえず今日やろう。まあでもまあまあまだ時間あるんで、まあとりあえずちょっとドライブして <laughs> 気晴らししてからちょっとまだやろうかなと思いますけど。うん。もうね、もう、まあでも別に今日もやんなくてもいいんですけどね。まあちょっと時間あるんで <laughs> 終わらしちゃおうかな。あとね、2個ちょっと終わら、あのあるんですけど。でもその2個も別にき今日やんなくてもいいんですけどね。 どうしようかな今日木曜日か今日もう終わり以上かなもうちょっと疲れましたね頭パンクしてるかも <laughs> ちょっとドライブ行ってこうかなうそうそうまああれですねあのー、まあ特にないんですけどね <laughs> 特にないんですけど、特にないですね。特にない。まあ、特にないから久保さんが何て返してくるかっていうね、久保哲郎のアンサーですね。特にないから <laughs>。何をこの受信してね、返してくるのかっていう。こっちの方がね、なんかお題、お題、お題を投げるよりかは、お題がないことに対して久保さんがどう切り込んでくるかの方が結構、この力量を測る。 テストですよね <laughs> 久保哲郎のテストにしておきましょうか <laughs> 久保哲郎のテストい <laughs> ってらっしゃい